るぞ。どうも皆さん、おはようございます。カタカナで布団です。今回は、布団のリンゴゲー実況ってことで、モンスっていうね、そのさっきから結構噛むな。アップル製品でね、はい、アップルの製品でできるゲームをね、やっていきたいなっていう風に思います。で、僕今回からね、いつも携帯でやってるんですけど、iPhone6 になったんですよね、5から。まあ、なので、もしかすると画質が良くなるかも。まあ、なんないのかな、多分。まあ、多分ならないとは思うんですけど。まあ、やっていきたいなっていう風に思います。で、このゲームは、横スクロール型のゲームですね。横スクロール型のランニングゲームっていう風になってます。なので、この主人公をね、ひたすらこう、進ませていくのが、このゲームの、まあ、意味っていうか、まあ、やるべきことですね。で、まあ、こうやって主人公が、こう、行くときには必ずこう、敵が出てくるんですよね。敵が出てくるので、これをね、ちょっと倒したりとか、するのがなかなか難しいので、お供を連れて、なんだろう、この赤い鉢かな？鉢と、赤い鉢に、このピンク色紫色のお猿さんかな、お猿さんも一緒に連れてやっていってます。で、このね、今黄色いダイヤをこれ集めてるんですけど、これ集めるとですね、ちょっといいことがありまして、このフィーバーって言ってね、まあ、そのボーナスタイムに入るわけですね。で、ボーナスタイムに入るとこれコインがね、やたらともらえて、で、このコインは後々この主人公をこうレベルアップとかね、するときに必要になってくるので、まあ、そういう必要なコインがもうザクザク手に入るとっていう感じですな。あ、ちょっと言い忘れてましたけど、この緑色が僕です。僕が操ってます。他はもうなんか勝手に動きます。よし。で、この鉢はなんか一定時間経つと敵をね、倒してくれるんですかね、確か。そう、倒すように攻撃してくれて、この紫色のやつは特殊なアイテムたまに転がってるんですけど、それをね、出してくれるんですよ。ほら、今出しましたよね。今回はこの磁石マグネット、こうコインをね、ひたすらこう取ってくれるっていうことでね、別にそのコインに行かなくてもいいっていう感じですね。まあ、ちょっと今画像が乱れたかな、もしかすると乱れたかもしれません、申し訳ない。いや、もうなんか今めっちゃ続いてるから。もうひたすら進んでるから、このままやっていきますね。やってってますよ今。もう全然いい感じ、いい感じすぎてちょっと喋ることなくなっちゃったな。どうしようかな、これなんだこれ。こうまだこの雪んこみたいな、うわこんなとこ来たことなかったな。はい、ってことでご視聴ありがとうございました。いやー、面白いですね。ぜひぜひね、皆さんもできればね、こうやってコインがもらえて、で、コインがこうゲットできるとホームに戻って、コインがゲットできるとこのショップでこのコインを引き換えにアイテムがゲットできると。そう。で、カスタマイズしていくって感じですね。はい。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。